猜疑を求めるものです。修正案における議会頼りの予算を計上する増額修正は、地方自治法第149条に規定される庁に専属する予算の提出の権限を侵害し、第97条第2項に違反していると言わざるを得ません。根拠は議員筆記にも紹介されている政府の見解です。ポイントは2つあります。まず1つ目、予算の趣旨を損なうような増額修正は庁の発案権の侵害になるとはっきり示されています。本件で言えば議会代理の正確性が担保されておらず、議会基本条例の第6条第4項に違反する状態にあるため、当該予算が計上できなかったという経緯があります。すなわち議会代理の発行が認められないというのが予算編成における趣旨であり、修正案はこの趣旨に明確に反しています。少し解説が必要なんですが、そもそも議会基本条例の第6条第4項というのは、議会は重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表するなど、議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めなければならないとなっています。勘違いしている方が多いような気がするんですが、言うまでもなく議会基本条例の主体は議会であり議員です。執行部ではありません。またちゃんと書いてあります。議会広報で公表するなどとある通り、議会頼りを使わなければならないというわけではありません。一方で議員の活動が的確に評価されない情報を提供すべきでないというのは当たり前の話です。市民の8割が頼りにしているというデータも出ています。しかしその情報が誤っていれば市が混乱し、市が衰退するのは必然です。また議会基本条例の第16条もこう書いてあります。議会は議会広報誌の発行、インターネット配信などの多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会の広報活動を充実しなければならないです。国語の簡単な解釈なんですが、議会頼りの発行は目的ではなく手段としてここに記してあります。さらに言えば手段の一つでしかないというのもここに明らかに謳ってあります。よって議会基本条例があるから議会頼りを発行しなければならない、その予算を計上しなければならないなどという主張は成り立ちません。断言しておきます。条例の誤った解釈はやめてください。聞いていてこちらが恥ずかしいです。正確性の担保に関して言えば、執行部に内容を確認させるべきという提案をしています。特に執行部の発言に対しては執行部が責任を持ってしているわけですから、当然の話です。これはそもそもです、2022年9月の委員会の中で山本和弘議員が議会頼りにあった不備に関して、その責任を執行部に求められたからです。こちらから言った話ではありません。議員の方から執行部がチェックしたじゃないかしてないじゃないかとその話になったので、であればチェックしますと返しただけです。さらにその場で説明もしていますが、責任を求めるのであれば当然当人の了解を得るというのも至極当たり前です。基本的な道理をまずはちゃんと理解してください。
でなければ議論になりません。こうした執行部の側から続けてきましたが、議会はこれらを拒否し、結果としてその後も不正確、そして不適切な内容が散見される状態が続いています。これは広報誌で指摘している通りです。なお議会の自立権を主張された議員もありますが、これもまた大変な勘違いです。本来の自立権というのは議員筆記にちゃんと書いてあります。規則の制定や会期の決定などに関する権利であって、無責任な広報活動を行う権利では断じてありません。続いてポイントの2つ目です。政府の見解として、議会が予算の修正を行おうとするときは、省と議会との間で意見調整をして妥当な結論を見出すことが望ましいと指導的見解が示されています。しかしこの間それらは一切行われていません。経緯を確認しておくと、まず執行部は広報誌において再三にわたって議会代理の不備を、誤りを指摘してきました。その後、昨年の秋から冬にかけてですが、予算編成において支障があるとはっきり伝えました。具体的に言えば、広報委員長による説明や全員協議会での意見聴取を申し入れもしましたが、すべて議会は当人は拒否しています。3月の全員協議に関しては受け入れる入れないの返答すらありませんでした。執行部の申し入れを無視しているというのが議会の現状です。さらに3月21日閉会の後には、改めて広報委員長である新田議員に直接説明を求めもしましたが、平然と呼びかけを無視する始末です。市民の負託を受けた立場の人間がその職責から逃げるという様は、職業人としてみっともなく、議員として情けないと言わざるを得ません。以上の理由により、議会代理の予算を計上した増額修正案の議決は法の趣旨に反していると結論付けました。過ちを認めず過ちを繰り返すというのは、大人として大変に恥ずかしい行為です。この議会を、この安芸高田氏を恥で塗りつぶすような愚行は直ちに正さねばなりません。この詐欺をもって議会の実態が広く世に伝わり、市民が議員を的確に評価できるようになることを願っています。これをもって詐欺に付する理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。議長。はい、田辺議員。2番田辺です。先ほど提案理由の説明の中でも少し触れられたのですが、もうちょっと具体的にお聞きしたいと思い質疑をいたします。予算の増額修正についての政府見解として、議会が予算修正をしようとするときは長と議会との間で意見調整をして妥当な結論を見出すことが望ましいとあります。この長と議会との間で意見調整をしての部分で、市長はどのようなタイミングでどのような方法で意見聴取をすれば、良いと考えているのかをお聞きしたいんですけれども、ちょっと詳しく説明しますとですね、この政府見解の主語は議会がとなっております。しかし修正案は議員個人で出されたものです。
修正案が出される前に、町と議会の間で意見調整をすることは難しいのではないかと考えます。これは修正案が出されるかどうかというのが不明だからです。また、3月15日付で市長から22日の全員協議会での意見聴取の申し入れがありました。まあ、申し入れがあったというのを聞いたのが、まあ、22日の全員協議会で、まあ、断りましたという報告ではあったんですが、それとですね、22日の朝、市長から全議員に対して本会議終了後に意見聴取の申し入れもありました。どちらの申し入れも議決後の意見聴取であり、町と議会との間で意見調整にはならないと思います。さらに付け加えると、この政府見解では意見調整の方法については示されておりません。個人的には秋田方市議会基本条例で考えてみると、第166条の全員協議会でしかないのかなというふうに考えるんですけれども、市長はその意見聴取についてどのようなタイミングで、どのような方法で行えばよいと思っておられるのか、はい、教えてください。答弁を求めます。以上、はい、石丸市長。はい、大変恐縮なんですが、ちょっと何をおっしゃってるのかわからないところが多かったです。最後の問いにだけお答えすれば、修正案を出すというその前に調整すべきなんではないでしょうか。閉会後に意見を伺いますと聞いたのは、その後の対応をどうするか決めるための判断材料です。で、議会であって主語は議員ではないというような解釈も持ち出されたんですが、議会とは何で成り立っているんでしょうか。その構成員は議員です。で、皆さんがいつもおっしゃる通り、合議制で議会ができている以上、みんなで話し合えばいいじゃないですか。なぜそれを執行部に尋ねられるんでしょうか。で、さらに言えば、議長が代表権を有していると、確かいつか山根議員が指摘されてました。議会の見解とは議長が示せば済むんじゃないでしょうか。もしくは広報に関わる話ですから、先ほども触れましたが、広報委員長が責任者であるという解釈もできると思います。しかし、そのいずれも意見調整は行ってこられていません。なぜ今この場でそのような質問を執行部にされるのか、そのあたりも含めてよく分かりませんでした。答弁を終わります。他に質疑ありませんか。はい、質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。お分かりいたします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。はい、異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。これより討論に入ります。討論ありませんか。はい、討論がありますので、まず本件に対する反対討論の発言を許します。議長。はい、熊高議員。私の討論は21日の本会議でほぼ申し上げた通りであります。さらには先ほど市長の方から法的なことも含めて、あるいはこれまでの経緯を含めていろいろ説明があった通りに私も理解をしております。その状況の中で今回の歳費というのは、私が21日に判断した通りの目的で出されたというふうに理解をしております。この歳費というのは、違法な議決が可決否決にかかわらず歳費に付すことを法律上要求されておるという観点から、市長はこの歳費を出されたというふうに当然理解をしております。そういったもろもろのこれまでの経緯含めて、今回の市長の提案に対して歳費の理由が明確に私の考えと一致しましたので、この歳費を賛成として討論にさせていただきます。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。はい、南沢議員。
本件に対する賛成の立場で討論いたします。本件は、まあ、市長が述べられた提案理由、おっしゃる通り町と議会との間の調整を行っていない点は我々議会が反省するべき点ではあると思います。ただそれが自治庁の通知文にある議会が予算修正をしようとするときは町と議会との間で意見調整をして妥当な結論を見出すことが望ましいという、まあ、指導的見解というのを先ほど市長も述べられましたが、あくまで指導的見解でありまして、ここを思ってこれをできてないからということで、直ちに違法になるというふうには解釈できません。したがって今回の議決が違法であったとは考えられません。しかし望ましい対応が取れてない議会はこの状況を真摯に受け止め、しっかりと執行部と対応していくのが望まれているし市民の望みであると思います。これは我々がしっかりと責任を持って答えていかなければいけない課題だと思い、再三これまでも対話に応じるよう全員協議会などで皆さんに提案してきましたが、改めてこの場で我々議会の責任として対話に応じるよう皆さんに呼びかけるものとして私の賛成討論とします。以上です。次に本件に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしと認めます。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。委員長、はい、田辺議員。田辺です。賛成の立場で討論いたします。地方自治法第92条2項では町の予算の提出の権限を侵さなければ議会の増額修正は認められております。権限を侵害しているかどうかは予算の趣旨を損なうかどうかであり、その解釈と指導方針は示されております。新たな官・公を加えることや事項別明細書に事項を取り上げた結果既存の官・公の金額に影響を及ぼすものは町の発案権の侵害になりますが、今回の修正案はこれらに該当しないと考えます。また質疑で聞いた部分ですが、議会が予算修正をしようとするときは町と議会との間で意見調整をして妥当な結論を見出すことが望ましいとなっております。私自身はこの見解の通りで意見調整が行われることを望んでいます。しかし意見調整を行わなければならないという見解ではなく、あくまで望ましいであるため増額修正の必須条件になっていないと判断せざるを得ません。よって先日の修正案の議決は違法議決に当たらないと考え賛成といたします。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。これより議案第30号令和6年度秋田方市一般会計予算の歳議の件を起立により採決いたします。本件を先の議決の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって本件は先の議決の通り決定いたしました。